はい、ということで今回ですね、はい、鹿島アントラーズユースに体験入部させていただくということで、今鹿島アントラーズのクラブハウスに来てます。はい、本日はサプライズでの体験入部ということで、はい、選手にはまだ知られてないということで、どんな反応をしていただけるかというのと、練習がね、どんなきついトレーニングが待っているのかちょっと楽しみにしているので、早速行きたいと思います。どうですか？いいじゃないですか。はい、最近入部を多くさせていただいているので、こつくなったかな。多分これはサイズがちょっと小さい。でもまあ4番、はい、僕やっぱり現役時代、はい、フロアとかでも4番でね、馴染みのある番号だ、ね。はい、鹿島でも4番をつけさせていただいて、はい、ありがたいですね。ということで、これ今クラブハウス内にあるショップ、はい、はい、ということで、まあ、これから体験入部はするんですが、ということで、はい、こちらうどん、はい、記念誌ということで、もう歴史が詰まってますよね。前もスタジアム撮影させてもらったんですけど、はい、あのね、ビッグスターということで、他のクラブはあの1個のスターが優勝し1回なんですけど、10回で1個のビッグスターということで、ビッグスター2個ありましたからね。本当歴史が詰まってる。いや、すごい。アントラーズグッズだ。フリーなんですけど、フリー、はい、で、あんまりそのシカロゴとかを出しすぎないで、はい、ライフスタイルに馴染むブランドを作ろうっていうのでオリジナルで作ってるんです。なるほど、なるほど。それ、 T シャツとかいいですね、 T シャツも、はい、30周年。こちらもユニフォームね、安西選手、荒木選手、綾瀬選手、ギリギリね、那須はね、いつもね、ここにギリギリ乗らないんですよ。そうなんですか。そうそうそう、こういう販売グッズにギリで乗らない、はい、もう一人いたら、那須もあったからっていう、現役時代そういう立ち位置でしたね。なるほどなるほど、はい、クラブで推し、推し、押されない押されない押されない選手だった。そうです。縁の下の力をしている、ここら辺にいますよ、こうやって支えてますよ。すごい、たくあんまで売ってますからね。雨の時もね、観戦できるように。こちらタオルとかですね、全選手あるんですかね。タオルマフラーこっちもありますよ。この30周年のこのパーカーだったり、マグカップ。はい、ということで、はい、今からサプライズで体験入部ということで、生徒さんたちは知らないみたいで、サプライズになるか分かんないですけどね。はい、だって喜んでくれるといいですね、はい、喜んでくれるといいですね、本当に。とはいえ、何か感じていただければね、はい、ありがたいということで、那須、今日も一生懸命頑張りたいと思います。はい、すいません。びっくりですね。あ、いますね、いますね。まさかのユースの体験入部ということで、みんなわかる？皆さんこんにちは。どうぞ。那須大輔です。まあこういった鹿島アントラーズさんとのご縁で今日体験入部させてもらいます。皆さんと一緒に。意図としては僕こういうね、まあ時代もあるんですけど、YouTube という媒体を使って。サッカーの人気だったり、向上だったり、今、やらせてもらってます。で、一番の目的は、ここにいる、どういう人に一番感じてもらって、やっぱ日本サッカーっていうの、レベル向上の上で、みんなのやっぱりこの勇姿だったり、熱量とか、こうやって普段やってる練習のね、励んでる姿って、同世代だけじゃなくて、年代超えたいろんなね、人たちに勇気だったり、感動だったり、たくさんのものを与えると思ってます。なので、まあ、普段通りの熱量で練習の姿っていうのを見せてもらいたいですし、皆さんからもいろいろ僕も感じたいですし、僕からも伝えられることもあると思うので、短い時間ですがよろしくお願いします。本当に J リーグの中で長い間ね、
活躍されてきた選手でもあるし、学ぶことも、ね、多くあると思いますけど、ね、今日は、ね、トレーニングになって入部っていう形なんで、みんなと同じように扱うから厳しく求めて、やっていきたいと思います。練習の質を下げないようにみんなで、努力して、いい練習に、なるようにやっていきましょう。じゃあ行きましょう。オッケー、じゃあ最初ね、まずマーカー、フラットマーカーの間に、2列作って同じように3箇所分かれてるから1、2、3箇所それぞれ分かれて、はい、マーカーまでジョギングで一往復行こう、はい、ゴー、大丈夫でーす、パート行こう、腕回していこう、腕オッケー、はい、反対回し、ガリー、途中で反転、で上下で戻ろう、さあ目線頭の位置意識して重心移動素早く、で最後のところでしっかりぶつける体、さあ置いてかれない、ナイス、ヤマト、ヤマト置いてかれてたよ、ヤマト、釣り側の目的は奪い切ることだな、あのボールをアウトしたりとか、ね、フィフティフィフティのボールになっちゃうよりもしっかり奪って前向きで次までつなげること、ね、攻撃は突破、突破は一番奥のマーカーかもしくは対角のこの三角マーカー、ね、この間のところを突破するどっちかね、で守備はその中でね、左からこの向きでいく場合はしっかり体向き作ってアプローチすること、ね、守備は奪い切ることだぞ、アプローチする強度求め合ってやっていこう、やって求め合って、そうそう、アプローチで自由にプレーさせるな、アプローチ、止まる、止まる、粘り強く、いい、OK、そう、拾わない、オーケー、中山、よし、オッケー、よし、オッケー、そこまでやろう、いいっすね、この間合い、間合いっていうのね、いかに詰めて、遠距離で相手のスピードを吸収していく、守備が出る方向も変わるよ、いつも守備の時に、水戸さんに言われてると思うけども、もうアプローチして、ね、時間をかけさせる守備じゃないよ、奪い切る、奪い切る、ここのアプローチの速さ、ね、相手に対してかけるプレッシャー、ね、そこをどんどんやってほしいから、とにかく守備の強度上げてやっていく、ね、あとは簡単に行かれるなよ、中央に簡単に行かれない、シチュエーションとしてはサイドの守備、ね、その中で駆け引きをしながら奪い切るところまでやる、 OK、はい、じゃあやろう、オーケーオーケー、よし、ナイスアプローチ、はい、ヤマ、いける、あー、ナイスです、ひとく、最後までプレイする、オーダー勝った、アンチペイ、こういう練習はね、ほんと練習しないと淡い掴めないからね、まあ、さっき三尾さんが言ってるって言いましたけど、はい、まあそこのね、あそこの1対1で、ね、抜かれるか抜かれないかっていうか、あのやっぱ狭い局面では生かしたくないですよね、極力、ね、足りないところをまた伸ばして、そしたらね、トレーニングやっていきます、今日はまた、先週から変わって3対3、4対4のね、トレーニングになっていきます、もういつもね、求めていること、ね、シーズン前からずっとこう積み重ねて30周、31周までこうやってきてるけども、とにかくこうチームのね、やるべきこと、コンセプトのところに対してフィジカルを求めてるからね、だからここでやりきることはまず全力を出し切ること、それは大前提なので、まあ当たり前のことだけどね、そこはきちんとやるようにしてください、攻撃に関しては、個人での打開、ね、自分の目の前の相手に対して負けない、ね、今1対1をトレーニングやったけども、自分のマッチアップする相手に対して探して、シュートを決める、ね、そこまでしっかりやるようにする、であとは守備に関してはボールを奪いに行く守備、ね、時間をかけさせるというよりもとにかく奪いに行くシチュエーションで相手に対してプレッシャーをかける、前を向かせない、インターセプトをする、とにかくその基盤のところ勝負を負けない、ね、
ようにやってください。でただ3対3のシチュエーションで、マンツーマン気味になると思うけども、当然こうコミュニケーションで受け渡すところは受け渡して、ね、守れるようにしてください。あとはゴール前だからね、簡単にシュート落とせない、体を張って守る、それはもう週末のゲームでも絶対出る場面だから。トランジションの、ね、部分に関してはあ、ここもいつも言ってるから即時奪回、ボールを失った瞬間にファーストディフェンダーだって奪いに行く、残りの2人もとにかくスペースをなくすように、奪いに行くというところでやるように。で守備から攻撃のトランジションに関しては前の意識ね、簡単に後ろに下げない、とにかく前のチャレンジ、ね、この4局面ねしっかり逃さずにやるようにしてください。でちょっと一応ねルールを簡単に説明もう一回ね確認すると、基本的には普段のサッカーのルールと一緒だけども、まあ、キーパーの配球からスタートしてバックパスはなし、キーパーへのバックパスはなし、スピードへのバックパスは OK、 であとはキーパーがから出てくるボールは流れの中では背後出てくるけども、ゴールキックに関しては必ず足元に入るっていうルールだけなので、そこしっかりやる。で1コート勝ったら向こうのコートに移動する、負けたら向こうのコートに移動する、ね、で一番奥のコートはコーン突破かもしくはワンタッチでミニゴール、半分過ぎたところからワンタッチに決めたら、その中でいかにこの一番上のピッチでやれるかというところを各チームで競争してやってください。はい、じゃあ分かれて、よっしゃ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 、めちゃめちゃきつい。楽しみ。攻撃はアクション、守備はフェアに体をぶつけて奪いに行く。両面ごめん。はい。
ス。はい、オッケー、ゴールです。連続だぞ。あるぞ、あるぞ。ほとんどノンストップで6試合連続ありましたけど、よいしょよいしょ、もうワンセット、全然走れてね、全然俺きつくないよ、全然俺きつい、きついってやばいね、ほんまにやばい、ほんまにやばい、久しぶりに、これどんなフィジカルできついんだ、サボれない、そうっすね、サボってる、せっかくなんで那須さんのチーム変えます、ハンター、皆さんとちょっと変わって、はい、小松と溝、はい、皆さんとチューメイトで、小松と神田周平です、周平小松と周平、ナス、ナス途中から声出なくなると思う、はい、もう劇入れて、はい、あと6試合だもんな、そうそう、6勝すれば終わりもんな、そうそう、オッケー、まだ1回も落ちないんで、マジかこのまま行きましょう、マジか、バッケボール、ここまではできてるよ、1セット目玉際のところも行ってる、中盤意識、粘り強くいく、これを2セット目絶対落とさない、後半のアディショナル延長戦全部出るところでプレーが本当に一つのボール、これを奪う、決める、守る、シンプルなことだけど原点戻ってしっかりそこからやろう、アクションもここでちょこまか動くんじゃなくて大きなアクション、そこからチェックで戻ってきてスペース作る、1個1人サボると2人目3人目孤立しちゃうよ、とにかく大きなアクション、守備はアプローチ、そこで求めてやっていくよ、大丈夫、はい、自分たちで空気が作っていくぞ、ゴーゴーゴー、ライオンこっから進んで、よし、ゴー、最高いこう、大山、ナイス山、ほら、降りて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 、ここで、おー、トライチューまで、ナイス、アリトロナスやるんです、やるんです、ダメいいよ、まだ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 
ミーチェゴールゴール、ナイスナイスナイス、ゴールおーしだーナイスナイスナイス、ゴーメンこっからよーし、ゴールお疲れさん、非常にいいトレーニングができたかなと思います。みんな最後までね、諦めない気持ちを持ちながら次の目標に向かってね戦う姿勢、向かっていく気持ちっていうのは十分感じられたトレーニングだったと思うんです、非常に良かったと思います。明日、明後日とね、週末に向けて、調整していきながらベストな状態で、試合を迎えられるようにやっていきましょう。皆さん、じゃあ一言お願いします。皆さんありがとうございました。本当強度高くてみんなの意識が高いっていう中で、まあ、練習してるのを本当に一緒に体感させてもらって、まあ、僕自身もすごく、まあ、声にも励まされてね、周りからも那須さん頑張ってくださいとかで、みんなこうやってね、プロの環境下で元プロの J リーガー の監督とかコーチングスタッフいるから、その気持ちとかそういう部分とかね、戦うところの意味は知ってるかもしれないけど、あえて僕からみんなに伝えることができれば、まあ、みんなは、まあ、まずその目的を知ってほしい。何のためにやるか、何のためにこのトレーニングをやるかって、みんなしたら勝ちたいでしょ。これはポジションもそうだし、目の前の試合もそうだし、その先もねトップに上がりたいとか勝ちたいよね。で、みんなこれで 100% のベストで準備をするっていうのはみんなやってること、まあ、これはもうね大前提に必要なことなんだけど、それプラス1チームにね、チームで戦うってことは何か自分でアクションを起こして、でそれが俺だったら声だったの、武器が声で周りを巻き込むことだった。例えばだけど、行けっていうのと行けっていうのさ、全然聞こえ方違うし、絞れってこれでも全然違うんだよ。だからこれがプラスアルファ、俺が1だったの。チームに火を焚きつけるとか、だから声の重要性って、コーチから外から聞こえ、何気なく聞こえてセットとか、何気なく聞こえてることって、あれってやっぱ声の重要性をみんな理解してほしい。声を出せってことじゃないよ。同じチームだったらさ、取られたら取り返すとか、あれがプラスアルファ1なんだ。チームに勇気を与えるんだ。だからそういうみんなが自分の武器っていうのを磨いてほしい。これからも磨いてほしいけど、チームで戦うってことで自分の色を最大限に出すっていうことは意識しながらやってくれれば、本当チームってすぐに変化する。もっともっと強くなる。短期間でも劇的に変わる。でも劇的に変わるのがその思いだったり、プレーのそうやってね常にやり続ける、そういうものを継続してやんないとチームって変わんないから、すぐに。だから本当に高い質の高い練習してると思うんで、意識しながらやってると思うんですけど、みんながよりね、この鹿島アントラーズという環境下で一つにも一つにステップアップしてもらって活躍することが本当に鹿島アントラーズトップのことが国家界に貴重なことになる。これから一日一日無駄にせずに頑張ってください。本当応援してます。ありがとうございました。試合なり、はい、また選手たちも覚えてもらって、また、会う機会があったら、はい、ぜひ声かけてあげてください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ改めて、お疲れ様でした。
最後の声が残りのわずかな体力を削ってしまいました。よく足つんなかったですね。つってました。そうなんですか。途中つってました。最後のチーム2人すごい、あの前の姿勢が、ね、いやすごかった。あ、みんな、あ、さあ、サンダー、すみません、サンダこの勝者のね、メンタリすごいね、本当に、はい、いや、本当にすごいと思う。学ばされた。技術的にもそうですけど、どっちかというと心の強さが強さ、厳しさとか、はい、本当に改めてサッカーのこの1対1の重要性だったり、その球際だったりとか、はい、走らないと勝てないというのがね、終わって、B チームが練習してる。はい、上手くなりたいんでしょ、このトレーニングで。これをやろう。もう技術、戦術じゃない。気持ちのところ。今2セット目。はい。の1本目。はい。練習終わっても A チームの選手が鼓舞していくんですね。ですね。チームですね。チーム。はい。メンタル本当に1日で鍛えられるもんじゃないですよ。いやいやいや、鍛えられないですよ。もうこうやって長い年月をかけて継続ですよ。本当継続で、もう結構ね、動画視聴者の皆様にね、あの根性論だ何度だって言うかもしれないですけど、はい、まあ本当にこのプレイヤーで、プレーのこのね、試合のゲームのとこでもそうですけど、一番近づかれるのは本当メンタルの部分ですからね。はい、これだってこのハードなさ、疲れた時にどんだけ走るかとか、どんだけこの時にこの一歩のシュートをこだわって、これ一歩戻れるかとか、そこが本当重要になってくるの、メンタルですから。まあでもこれはもう日々のこういう厳しい練習でしか鍛えられないから、その重要性をやっぱりね、選手にも分かってもらうためにも、やっぱコーチがやっぱさ、本当に熱量を持って。全コーチがやっぱ声さ出してそこを解いてるしね、伝えてるというか、やっぱチームとしてあるべき姿ですよね。はい、うん、本当にどうぞお疲れ様です。死んでたでしょ。やばいっすよ。きついっしょ。これも現役の時きて、これ現役の時よくやってました。めっちゃきついっしょ。やばいっす。この日は憂鬱だったね。でもその年 J リーグ優勝して、明日なんですね、うん、チャンピオンシップでレッツに逆転したかった時、はいはいはい、やばいっすこれ。これでコンディションを上げていくみたいな、上げてくる。フィジカルの日がこれなんですね、大体今は。フットボールコンディショントレーニング、これやってる。結構あ、いろんな高校とか、うん、フィジカルとかやるじゃないですか。いや、ちょっと強度がしかも、まあ、サッカーがもう全部盛り込まれてるじゃないですか、うん、やばと。コーチがアクションとか寄せろとか言ってることは分かるけど、無理っすみたいな感じで、ちょっと無理っす、しかもやってみろよみたいな。でも動けるようになることなりますね、これ続ければ。今日33だったじゃないですか。33のその立ち位置とか、こうやっぱ引っ張んないといけないとか、結構その個人戦術とチーム戦術がなってるので、しかもその2枚目とか動き出さないとか、あそこ一歩頑張れるか分かってるけど動けないし、動けないっす。走られるとやばいし、途中ずっと開きっぱなしでしたからね。いやでもなんかいいプレーでしたじゃん。いやいやいや、シュートブロックした、点決めたり、時折要所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 で、はい、その後はもうなんか沈黙しちゃうんですけどトップのもうほんとそのこのイズムっていうか落ちてるんですユースでも、まあ、なんか、まあね、戦うとか、そこはベースだよね。プラス、まあ、技術もないと上に行けないとか、はい、そういう強度の守備の中でも、はい、これ技術でかましたり、うん、ゴールに結びつけなきゃダメだよっていうのでも、なんなんすか、僕その B 今見てたじゃないですか。 D もめっちゃいい選手いるじゃないですか。何かこの A との差が何なのかな。紙一重だよ、まあ、入れ替わったりするし。あ、そうなんですか、うん、今週良ければ次向こうも行けるし。あ、完全に別に分けてるわけじゃない、うん、もう入れ替わりはあるから。だからまあ A の選手も残ってみてこう、ね、声掛けもしたりとか、そのチーム力っていうのはっていうか、そこアントラで大事にするわ。
やーマジいいもん見せてもらいました。いやこちらこそ。いや本当ナイスプレーだったよ。マジできつかったっすマジでやめたかったっすもん途中吐いたやつ無理かね。そうなんすそんぐらいきついけど、でもそれね試合でも一緒じゃん。いやいや間違いないです。ここで頑張れないと試合でも頑張れないし、うん、勝つってそういうことっすね。プロにはいけないよっていう思い出しました。いや恥するのがきついいやいやでもなんか勝つっていうとか本当トップに上がるとかトップでじゃあ活躍するとかその試合勝つってことはそんなやっぱそこじゃないですか。甘くないね、はい、そこで踏ん張れるやつとか大事だよな。 そっち系の選手でしょ。そっち系だって僕もそっち系なんで、ね、楽な時は誰でもできるけど、はいはいはい、きつくなってからどう、うん、どうできるからと、うん、いや本当にイベント飾られました。また来週あるんでもっといい感じします待ってます。もうお腹痛い。また来週頑張ってありがとうございます。お疲れ様でした。まあ、一緒にはねちょっと体力的にも持たなかったんでちょっと一緒にできなかったんですけど、 A チームとはねその練習させてもらったんですけど、みんなにこう伝えたいこと、もちろんそのね見させてもらいましたけど、この意識高くやってるし、玉際でも上を目指そうっていうそういう気持ちの中でやってるけど、僕から、まあ、あえてこうねアドバイスじゃないけど伝えるんであれば、この選手とか一プレイヤーとして伸びるときって、この苦境に立たされた時とか、そこでどんだけこう自分を表現したり、チームで戦うとか周りをね、例えばさサブチームとかだったらトップでもこうモチベーションを落としてるやつもいるんだよ。でも俺は上に上がりたかったし、トップで出て勝ちたかったから、そいつらを巻き込まないといけない、そいつのモチベーションを上げないといけない、勝ったんだよ。だから本当にそういうなんか出てない時とか、そういうね自分がうまくいかない時どれだけ踏ん張れる。だからみんな頑張ってるけど、状況的にトップで出れないっていうところだったら、もちろんモチベーション高いとかあるかもしれないけど、でも今日自分が評価されないとなかなかねうまくいかないっていう、倍以上の熱量でやんないと結局は上に行くってこういうことだから、そんくらいの熱量を持ってやんないと結果として結びつかない。やっぱりそれはどんだけ継続できるか、みんな頑張ってるよね。コーチもやっぱ質高いその声をかけてくれるし、だけどそれ以上に自分で何ができるかって常に考えてやらないと、上に行くって結局そういうことだから、その一歩ね頑張って戻るとか、そのきつい時に声を出すじゃなくて、チームに勝つための声を出す、声を出すことが目的になっちゃダメなんで、自分が上がるために勝つために、じゃあ今この状況下で何をしないといけないかっていうのを常々考えながらみんなやってほしい。本当可能性しかないと思ってる。継続したら絶対見てくれるし、間違いなく。これから頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。そうでしょう。こういうお忙しい中でも、こういうユースの練習に参加していただき、ありがとうございます。まあ、那須さんの現役時代とかっていうのには、まあ、三尾さんとか戦ってると思うんですけど、まあ、そういう自分たちが憧れている場所で、まあ試合をするっていうのは、まあ、こういう日々の練習を 大切にしないと、まあ、いけないと思うんで、まあ、これからの練習は、まあまあ、どんな状況に立たされていてもくじけないでやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ナイス。 OK、はい、そしたら終わりのミーティングをするけど、まあ、A も B も通して雰囲気のところはよくやれたと思うし、怒りっていう感情は多分本気で向き合ってるからこそ出てくると思うけど、その向ける先であったりとか、ちょっと自分でコントロールしないと多分自分で損することにもなるし、まあ、悔しい気持ちがあってそういう風になってると思うし、まあ、A チームの選手も B チームの選手も集中して昨日言われてたことは多分向き合えたと思うから、まあ、今週の試合に向けて、まあ、下からの追い上げというかっていうところも見れたと思うんで、A チームの選手も多分火ついたと思うし、まあ、B チームの選手はそれ越していくっていう気持ちも見れたと思うから、まあ、残りの少ない日数でまたチームとして合わせて、フロンターレも1位なんで、勝つことによって自分たちが上に行くっていう可能性あると思って、どういうことだと思いました。こういう形で那須さんが来ていただいて、那須さんから各カテゴリーでこうもらった言葉っていうのをしっかり胸に刻んで、私の練習からいい形で入れる、入れて。簡単に普段であんまり、見る機会ないんだったけど、非常にのみんなが、ね、
プレーしてる姿を見て、まあ、俺らもね、また指導者も頑張らなきゃいけないなっていう気持ちになってます。みんなで頑張っていきましょう。はい、じゃあ俺は以上です。本日ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃきつかったっすね。きつかった。でもこれ鹿島ではいつもトップもやってるっていう感じですよね。こういう練習とか松尾さんとか先ほど。そうですね、あの石井監督の的にこの形を取り入れて、そこから継続してやってる部分、まあアカデミーは去年からですね、始めて、まあ継続してやろうというところで。それで、今クラウドファンディングしてるということで、はい、どういう内容かだけちょっとお聞きしても大丈夫ですか。そこにもう本当に自前の、はい、人工芝のグランドを、はい、作るために、はい、で今ユースの方ではここ一面だけで、はい、まあ、活動していまして、はいはい、年間に3回ぐらい養生期間とかでなかなか使えない時期があるんですね。そういった時にやっぱりいろんな市の施設だったり、そういったところをお借りして、いろんなところを転々としながらこうやってる状況なんですけども、まあ、一つそういうグランダーができると、まあ、まあ、二つをうまく使い分けながらこうできるし、まあ、本当に練習環境としてはよりいいものになっていくと思うので、まあ、選手たちにとっては本当にありがたいグランドになっていくと思います。またそのできるグラウンドっていうのは、まあ、ユースとか、まあ、アカデミー、ジュニアユース、ジュニアの選手たちも活用しながら、またその地域の皆さんと交流の場を持てるようなイベントだったりもできるような形になるんで、はいはい、まあ、地域に根ざしたこうアントラーズっていうのをやっぱりこれまでも続けてきましたし、はい、より多くの子どもたちがそういう場所でコミュニケーションを取りながら、未来のアントラーズの選手が生まれていければいいなというふうに思ってます。10月31日まで、はい、クラウドファンディングで、はい、皆さんぜひご協力いただいて、はい、この動画視聴者はそのサッカーファンとかも含めてなんですけど、はい、まあ、日本サッカーのやっぱりそうやって育成の段階でこうね、皆様がご協力してくれて、その皆様の思いで、鹿島アントラーズというチームもそうですし、その育成の選手たちも育っていくというところで、皆様の思いがね、少しでもご協力いただけると本当にありがたいので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。はい。そうですね。はい、そう言いながらなんで、はい、お願いします。わかりました。はい、すいません、本日ありがとうございました。ありがとうございました。